民紀北略は、無尺出身の、経六記による、中国明朝の崩壊を描いた、変年体による、歴史書。続編にあたる、民紀南略についても、本記事にて述べる。民紀北略は、万歴23年に、ヌルハチが、中国東北部で台頭する時から、数定17年に、五三家が新兵を引き連れて、中国本土に攻め込んでくるまでの記録である。 特に、理事政による北京占領の記録が詳細で、ほぼ1日ごとの記事がある。民記南略は、北略の続編にあたり、真の順次元年5月から後期4年2月までの記録で、滅びゆく明朝を支援した、帝成功の辞席を中心にまとめている。北略、南略もに幅広い資料をもとに作られており、野城、の木、異文、国南録、史略、河内史。 高村録、無釈記、無釈実録、高院野氏、古都記役、安流記事、越時期等74種から記事が取られている。さらには、作者自身による実地調査、聞き取り調査を行った上で事実を交渉している。実地調査の証拠は随所に記載されている。祖人が言うところによると、難民が言うところによると、北京来訪者に聞いてみたところなどの随所の記載からも、 明らかである。真の理事名は、北略の誤りを指摘しており、円数官は敵に内容した、もう軍流は、冤罪で死罪になった、李明英の主は難戦した、李国帝は巡視した、李自政は七個取りし、映画にを作ったなどは事実誤人だという。ただし、大筋ではあっており、事実と信じて良い記事も多いとも述べている。1944年、各末弱は、 重慶において、民紀南略と民紀北略を参考にした更新300年祭を表しており、中国共産党が理事生のわ立ちを踏まないようにと警告している。1984年、信頼の写本をもとにした再原本が中華書局から出版されている。中国文学研究家の高島敏夫は理事生の研究には民史、民紀北略、 艶屋大略など、従来基本とされてきた資料は皆信用度が低く、まず近似の文献を研究するよう忠告している。ありがとうございます。